皆さん、こんばんは。くまもとよかとこ教えるもん。なんかいつも変わってないかい？ナビゲーターのマリナです。こんばんは。イエーイ。今日も始まりました。くまもとよかとこ教えるもん。本日もお家でくまもとステイホームで楽しんでいきたいと思います。でね、今回の紹介する商品は、バーン！ほい！味噌煮込み、うまホルモン！九州、熊本。馬が有名じゃないですか、熊本って馬刺し。馬刺しが有名なんですけど、そのね、馬のお肉を使ったホルモンを使ったね、味噌煮込みということで、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これ。見て見て。すごいのがお湯で温めるとか電子レンジも使えるから 150g も入ってるわけですよ。うわ、ここに書いてある。馬ホルモンに合わせた秘伝の味噌でじっくり柔らかく煮込みました。これはちょっと初めてなんで、私もどんな味かもそうですし、どんな食感なのかとか、いろんなところがまだ不明に不思議になっております。不明になっておりますので、ここから解明していきたいと思いますが、でもまあ馬のね、熊本といえば馬、その馬のホルモンの味噌煮込み、ちょっと馬のホルモンって初めて食べるんですけれども、私も初めてで楽しみたいと思います。お湯で温める場合、馬ホルモン味噌煮込みの、これか、封を切らずに熱湯の中に入れて約3分から4分沸騰させてくださいって書いてある。それで出来上がりって、あとはもう器に移してお召し上がりください。で、電子レンジの時もさ、すごいよ、電子レンジで、あ、これは中をね、電子レンジだからね、ちゃんと開けて袋を開封して中身出してラップでね、お皿に移してラップをかけてレンジで1分から2分で加熱で OK。 ちょっと楽しんでみたいと思います。じゃあ後ほどできたやつを今からお湯で温めてきますので、そのできたものを皆様に見せたいと思います。それではそれまでレッツゴー。さあ、馬のホルモン味噌煮込みできました。完成しました。完成しましたって言ってもね、お湯で温めただけなんですけど、4分ぐらい温めさせてもらって、すっごかったよ。あのね、独特の匂いがなんか、また私あんまりでもホルモン自体を焼肉とかでは食べるんですけど、ホルモン煮込みみたいなのを食べないので、こんな匂いなのかなと思ったんだけど、結構独特な匂いがしますね。好き嫌いがもしかすると分かれるかもしれない。こう独特な匂いがふわーっとした感じですね。ちょっとアングルをね、こっちで撮りたいと思います。いいで、こんな感じ。どうですか、匂いが来るかな、これで。ファンファンファン、別アングルからね。ファンファンファン、濃そうな感じですよ、結構。それではいただきましょうか、早速。では、馬ホルモン味噌煮込みいただきます。こんな感じで、サイズ大きいですよ、ゴロッと入ってます。いただきます。臭みない。匂いは、あ、苦手な人もいるかもしれないなって、こうホルモンの独特な匂いの、多分またお馬ちゃんだから、少し牛さんとかとは違って、豚さん牛さんと違う感じの匂いがするなって感じで、これ大丈夫かなと思うんですけど、食べた瞬間にあの味噌煮込みのその味噌の甘みがやっぱアクセントになってて、まあ、臭みも消してくれてるのか、あと馬自体が多分いいお馬さん使ってるのか、臭みは全然ですね、うん、普通のホルモンとかないし、すっごい柔らかい。うん、で、ちょっと残っているお肉のところ、ほろっほろ、めちゃくちゃ煮込まれてる感じがします。美味しい。この味噌煮込みだから、うまいこと味もなんか凝縮されてて、嫌いな人でも食べれるかもしれないですね、これ。うん、美味しい。うん、うん、
ネギとまた一緒に食べたらすごいアクセントになって美味しいです。うん、しかもめちゃくちゃ入ってるから、今もう4つぐらい食べたけどまだまだ全然いっぱい入ってます。一品料理とかでなんか出すのもいいかもしれませんね。誰か来た時にちょっと出してみたりもそうだし、あとは自分で食べるのに、少し食べるのに、あ、でもペロって食べれるのかもしれないけどな、けどぴったりだと思います。ぜひ皆さんもお試しください。これもね、銀座熊本館さんに販売してるので、銀座熊本館さんで販売いたしておりますので、ぜひともご賞味いただければと思います。うまホルモンの味噌煮込みでした。食べてみてね。それではまた皆さんお会いいたしましょう。マリナでした。熊本よかどこ教えるもん、次もお楽しみに。バイバーイ。広い